発動セリンファイ。ファイナルティップオフ。イグナイトパス回。よし、くれ。だから飛ぶんだ。本気か。だからってまさかいきなり入るかよ。すごい、ラクダを0点に抑えてる。鏡の独壇場だ。両チーム絶対的エースの衝突。ゾーン対エンペラーアイ。ゾーンの鏡を止めるためにどんだけ派手な仕掛けを打つかと思えば、明石がエンペラーアイを持つから無敵なんや。スイッチ。あまり僕をイラつかせるな。明石ペネトレイト。しまった。左遷。体力もまだ残ってる。溶け方としてはひとまず最高じゃねえの。決まった。葉山電光石火。バニシングドライブ、ファントムシュート。生地光ることを覚えたばかりに、お前はもはや影にもなれなくなった。失望したよ、徹夜。バニシングドライブ抜いた。いや、第一クォーターを同点で締めたのは上出来ね。元気出せよ黒子。勝つためにはまたお前のパスが必要なんだ。絶対もう一度コートに戻ります。精輪の力は十分分かった。ここから先は蹂躙するのみ。眉住千尋は新型の幻のシックスマンだ。見たか、これが俺のスタイルだ。黒、メンバーチェンジです。交代。おいおい、弱すぎてどうしようみたいな顔になってるじゃないか。こっちは大真面目さ。オフェンスで差を詰めろ。お、そう、はあ、シューティングガード対決。倒さなきゃなんねえ敵だ。バリアジャンプさせねえ。見直したわあなた。だが実はもう一つ、相手に何もさせずに決めるシュート。ナイスヒューガ。この勝負は私の勝ちね。ディフェンス黒4番。ドンマイヒューガ、取り返そう。分かってるよ。クロスオーバー。しゃあ
この二人が折れるっちゅうことはチームの両足が折れるようなもんや。奇跡は起きないし、起きても勝てない。この絶望的な状況でも聖鈴の心はまだ辛うじて折れておらん。あいつは相手の可能性が全てなくなるまで摘み取っている。ディフェンス黒4番。なんだよそれ、今接触はなかった。テクニカルファウル黒4番。4つ目、もう下げるしかないな。それほど勝ちたかったのだろう。聖鈴はもう立ち上がれん。嫌だ、勝ちたい。ゲームで大差がついた時、バスケットほどつまらないスポーツはない。だけどそれはここで終わればの話。なるほど、無意味な決意だ。まだ諦めるには早すぎる。勝つんだ。黒子対前泉、抜いた。清志ヘルプリ。まさかお前じゃ俺に勝てねえよ。お前一体何をした。来たぞ、ラクザンの5番前泉だ。前泉のワンオンワン。上書き、要は前泉が自分より目立つように仕向けたのだよ。黒子、つくづくお前はすげえよ。あの野郎はゾーンが深くなってやがる。深くやと？タイムアウトです。誰かのおかげで聖鈴またなんか息吹き返してんじゃねえか。交代しちゃおかしい。だがお前の力はまだ必要だ。下げたりするものか。そこに明石君が鏡君の視線を誘導したんです。パスを通す道具として非常というほかないな。けどまあ無理だけどね。葉山は任せてくれ。絶対に何とかしてみせる。これはここからが勝負。仕留める、葉山の勝ちだ。お前が俺より賢くなくてよかったよ。この悪い、この先しばらく俺一対一は控えるわ。ならばいい、挽回まで多めに見よう。バカ野郎鏡。もしスリーを多用してこられたら、ミルジ！ここは地のシュート。一歩下がった。ノーフェイクでスリー！
古賀のおかげで三種のシュートの攻略法、お前の分までギャフンと言わせてきてやるよ。向こうはヒューガが出てくるようだ。だがフォーファールでも決して油断するな。インターバル終了です。よし行くぞ。私のプライド、すべてをかけて極王を撃つ。敗北は絶対だ。お前はそこで這いつくばっていろ。どうやっても今の俺じゃこれ以上のプレイはできない。どうすりゃいいんだ。どうすりゃ。鏡くん、鏡くんだけで戦うことです。開かない状況でやれることをやるしかねえんだ。やろうぜ、二人で明石を倒すぞ。これを決められたら終わりだ。鏡が前にエンペラー愛を出し抜くことなど何人たりともできはしない。なぜお前が僕より早く僕の行く先にいる。鏡と黒子だからこそできたエンペラー愛破り。限界だな。ふざけるな。僕が負けるなどありえない。今までも、そしてこれからも。信じられん。明石とはここまで脆い選手だったのか。メンバーチェンジだ。あかん。ちょっと待ってください。屋上で初めて会った時とはまるで別人だ。僕は誰だ。僕は誰だ。僕は。お前は俺の弱さだ。何がわかる。弱者になり下がったお前に。その弱さがお前を生んだ。そして今お前は同じ過ちを繰り返そうとしている。俺は明石清十郎に決まっているだろう。
までの証と何か違う。昔の証に戻ってる。しまった、なんてパスだ。この違和感は何？ゾーンが5人全員。俺でもセイリンがかわいそうになるね。悲惨すぎてよ。取られても死んねえぞ。鏡の体力の限界が。まずい、ゾーンも切れた。鏡完全にガス欠。全員限界が近い。そのせいで運動能力も落ちてきてる。頑張れクロコ、諦めるな。頑張れクロコ。荻原くん、ラクザングレー倒さねえとぶっ殺すぞ。ホミネ、諦めるな、セリン。そう来なくては面白くない。ちょっといいっすか。鏡を俺につけて、やや体得気味のマンツーマン。けどなんだこの得体の知れない圧力は。せいちゃん、なんだそういうことかよ。まさか本当のゾーンとは。やっぱ勝てねえかもしんねえな、俺一人じゃ。ディフェンス絶対止めんぞ。ラクザンを撃つな、100年早い。急げセイリン、時間がない。これ以上ないと言ってもいいディフェンスなのだよ。バスケットカウントワンスロー。うわー、やったー、キャプテン。次のリバウンドが正念場だ。楽しんでこうぜ、これが最後のプレーだ。これがみんなと一緒にできる最後のプレーだ。リバウンド！注意してたのに。セイリン高校ウィンターカップ優勝。